さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室から Perfume 研究員が登場。ちょっと前になりますけれども、紅白お疲れでした。2014年初めての研究、今夜は2014年の目標を書き初めにしていきます。の前にまずはあのばあさんにもね、はい、挨拶しといた方がいいんじゃないのかい。これはあのばあさん、 Perfume ロックス。Perfume Locks starring Perfume。 たくさんの生徒からの依頼、カシウカばあさんを研究せよ。あ、正月だからね。おじゃね、カシウカばあさんに新年の挨拶しに行こう。うん、せーの、カシウカばあさん。よくばあさん、ばあちゃん、はい、よし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 よばあさん、年末年始何してたの。そういやいや、あー、大晦日紅白見とれたよ。あ、紅白嬉しい、毎年見てくれてる。あ、そう、私たちもね、パフュームも出たんだよ、見てくれた。わー、気合いんかい、ギギギ、よかったよ。ジジジ、んジジジ、あのそれね、アマちゃんかな。ジジジジジジ、お前今ギャギャギャみたいなやつ。何それ、なんて。いや、よかったよ。え、ばあさん、アマちゃん好きなんだね。そうだったんだ。ギギ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 って言ってる。それ数年前だね。去年だからね。数年前、一昨年か。ばあさん、パフュームロックス宛てに全国のたくさんのお孫さんから年賀状がね、届いたんだよ。いや、ありがとね。どんじゃ、見せ、見せげ。ほら、これ。ほら、いっぱい。あ、いっぱいあるね。かわいいでしょ、どれも。これや。読もうか。ばあさん、大丈夫。これで、ね、ばあさん、ひなひなちゃんから。ひなひな。3人とも大好きですって。初めて見た時ヒールで踊ってると驚いたって。3人の絵描いてくれて。あ、ほんジジジもヒールで踊ってたんかよ。ジジジはね、ヒールで踊らない。あの人、あの人アマさんだから。アマさん、あ、こっちは低いよ。あ、これ、こっち、これな、どうなの。次の話言っちゃった。早いよ、ミカインとミナシとユズがおるでよ。ミカンとナシと、ミカンとナシという、ミカン、おいしいの。色合いの話かな。冬だからの。ああ、色合いの話かな。ブーツ履いてるね。なんかこれ何なんだろう、ね、何なんだろう、んだよ。うん、ちょっと創作的で分かる。馬のお尻じゃない。そうかも、馬のお尻で、でヒール履いとる。ヒール履いとる。で、3色で、これビタミンドロップのカラーじゃん。あれ、私は、タツノシじゃなかったかよ。そう、去年。馬、馬。馬よ。うん。ほら、見て、馬って書いてある。馬、ほら、馬じゃないじゃん。馬って書いてある。すごい、それ。あ、ほんまにだよ。それ、なんじゃそりゃ。これ、うちらのね、楽曲がいっぱい書かれてて、それの隙間が、馬っていう感じに見えるようになってる。綺麗。すごいね。これは、ケンケンパーさん。ケンパーくんだな。ケンケンパーくん、ありがとう。すごいよ。お前さんもよくやったね。これ、ケンケンパーちゃんやった。ケンケンパーばあちゃんやったって。いいよ、いいよ。楽しいよね。ケンケンパーティーに行ったんだね。今はどうやったら足くじいてしまって。足すごいね。こけたら大変だ。うん、体大事してね。すごいじゃん、絵がいっぱい描かれてて。これなんじゃこりゃ。これなんだろうね、ばあちゃん。これは、なんだ、ヒールじゃ。ヒール、ヒールだよ。ヒールに、ヒールだよ。ヒールにほら、ちっちゃい3人が、ほら。足は、こんな足おっきい人おらんかよ。いや、ぜひそれは。よう作ったな、この人は。ほいじゃね、仮の話よ、それは。すごいなぁ、もう世の中気合うことがいっぱいあってよ。すごい大きくて帰るんじゃな。あー、ばあちゃんでもまだ世の中わからんことある。わからんこともあるわ、もう。激しくなことはわからんの。ん、激しくなことはわからんの。テクノロジー的な。テクノロジー的なね。テクノロジー。テクノロジーって知っとんだね、ばあちゃん。知っとんじゃない、ばあちゃん。それ知っ
っといいよ。あ、じゃあ、うちらの紅白見たんじゃない？テクノロジーとコラボレーションしてた。そうだ、見たよ。ジェジェジェだの。ジェジェジェは出てないんだけど。ジェジェジェは、応援の方で出てた人だって。はい、これアニメが書いてるでよ。何？アニメが。アニメ？あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。これは誰だ？くれないちゃん。すごい上手じゃね。うまーい。どうなったんそれ、誰？この女の子は何かに似せて描きました。わかりますか？だって。フランス人形かよ。フランス人形かな。フランス人形。目がピンク色じゃけ、そういったじゃない。ピンク色で髪も白いから。髪も白いね。綺麗だの。ポニーテールじゃけ、あーちゃんじゃない？え、私かな。ね、ばあちゃん。カジさんはフランス人だったかな。いや、私はね。国際的だの。いや、名古屋と和歌山のハーフなんだけどね。純日本人じゃない。はい、あれ。これなんか おじさんが書いてあるでよ。おじさん書いてあるね。なんでおじさんなんじゃろ。おじさんがパフュームにおるけの。あ、これダイトさんだわ。ダイトさんおじさんって呼ばれてる。これサラウドン、サラウドンの書いたダイトさん。ダイトさん、ダイトさん、ちょこれうまいけどちょっと老けてるね、このダイトさん。おじさんはパフュームにおらんでよ。おらんよね。うん、馬がほら衣装のやつになってる、マジックオブラブの。馬も、うん、もう馬も服着る時代かよ。馬も服着る時代かもわからない。送ってくれてる。すごい。犬だけじゃないんだね。いやー、すごいな。たくさん届いたわ。みんなありがとうの。ありがとうね。ありがとうね。じゃあばあちゃん体に気をつけて。ほいなほいな。今年もよろしくね。よろしくお願いしますの。また遊ぼうね。またね。皆さん、明けましておめでとうございます。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。新年最初のパフュームロックスです。イエーイ、今年もよろしくお願いします。お願いします。パフュームは紅白歌合戦、うん、スマートカウントダウン TV 年越しライブに、うん、はい、出演させていただきました。そうです。はい、みんな見てくれたかな。ね、頑張ったんだよ。楽しみましたよ。またダイトさんに入ってもろて。本当です。プロジェクションマッピングしたんよ。ねえ、あら、もうね、集大成じゃね。本当に今年ほんまいろんなとこでやったし、うん、もうテレビでも何回もやって、うん、ね、もうダイトさんどんだけこの機会持ってきたらいいんじゃどんだけ測ったらいい距離をみたいなぐらいね。2013年の集大成でしたね、うん、そうですね。もういいステージでした。うん、まあなんで年越しして、うん、初のね、はい、パフュームロックスやけ、うん、いつものやつ、はい、やっちゃいましょうか。やりますか。パフュームの書き初めを研究せよ。毎年恒例ですね。新年ということで、うん、今年の目標を書き初めしていきたいと思います。あ、できました。絶対その音程で言うと思った。マジで。すごい早かったです。できました。じゃあ一人ずつ見ていきましょうか。はい、どれから行く。もう少、うん、これ気になる。じゃあ私から。はい、ガチャ。私は YOU。 ドドンドドン。これかしゆかの YOU。 歌詞のゆかの YOU っていう漢字と一緒なんですけど、うん、あるっていう字だね。時間を有効に使う、うん、有言実行、うん、など、うん、など何かこう時間とか、うん、考えとか、うん、行動とか全部意味のあるもので、うん、形あるものにしていきたいなと、うん、思い、うん、あるという字にしました、ね、面白い。あ、しかも自分の名前の漢字、ね、名前に入っとるけね。漢字書くの珍しくない？珍しすぎ。そういう書き初めの時に習字できんけ漢字書けん言うてね。去年もひらがなでリオウリ書いてたけど今年は漢字で一文字にしました。いいですね。いろんな意味がある。はい、じゃあ私のっち、うん、継続。決まりました。決まってますか？ちゃんと決まってます。はい、継続して続かないんです、私。はい、いろんなことが、はい、観葉植物育てようと思って、うん、ワクワクして買っても枯れしてしまうし、うん、ダメダメ。いいから預かっちゃう、うん、なんかサプリとか飲んでても、うん、続かない、うん、
そんな続かない自分を脱したいと思いまして、脱したい、今年は継続というものを書きました。これはね、受け止めたね、もうすっごく受け止めたね。どういうこと？もう自分の、自分というものを受け止めて、あ、逃げずに、うん、正面からもう、うん、偉い、ありがとうございます。あんた偉いよ。もうあとそこだけだよ。あとそこだけだ。ありがとうございます。じゃあ私、はい、あと1ヶ月。おお、あと1ヶ月。はい、去年はね、あと1年だったんですけど、うん、それがなんとあと1ヶ月となりました。ということは私の誕生日、25歳になるまであと1ヶ月です。はい、うん、25歳、びっくり。私はね、25歳理論っていうのをね信じていて、うんうん、25歳までにその人の人格はもう、こう決まってくると、うん、でそれまでに体験したこととか自分が信念に置いてることとか、うん、そういうものはそこまでで作られるっていう風なのを信じてるんですけど、うん、じゃけね、それまでにほんまにいろんなこと経験したいって思っていたんだけどね、うん、それまであと1ヶ月になって、うん、そうなんだけど、うん、2013年、うん、ほんといろんなことさせてもらってしましたね。そう、楽しいっていうことってどういうことなんじゃろうとか、うん、思いやるっていうことってどういうことなんじゃろうとか、うん、なんかそういうなんかね、いろいろもう思うこともあったし、うん、なんか25歳までにいろいろせにあって、23歳とか4歳とか思っとったはずなのに、もう今や、はよどうぞ、あー、いいね、受け入れたいぜ、うん、はよ1ヶ月よどうぞみたいな気持ちに慣れてて、なんかそれがやっぱ嬉しくてね、うん、だからあと1ヶ月25歳になって、25歳をまたどう過ごすかっていうのをもう入るので、2014年は、いや楽しみですね。いや楽しみです。一緒に楽しい時間をね、過ごしていきたいです。やったー、ありがとう。そうだね、2014年パフュームとしてもいろいろやりますよ、今年も。いや、ほんまにやりますよ。2013年いろいろやったじゃん。そうですね、休むかと思ったら休みません。はい、めっちゃいろんなことします。今年も走りますね。もうノンストップ猫ちゃんです。ノンストップ猫ちゃん、ノンストップ猫ちゃんです。にゃんにゃんですね、うん、ちょっともう鼻がもうちょっと痛くて、なんかね、ちょっとこのね、匂いにちょっとね、鼻が痛く、牧場がね、ちょっとこう鼻が噛み上げきてね、書き留め終わった途端なんかツーンみたいな、顔がギュッとなるんですよ。ということで、今年はパフュームよろしくお願いします。よろしくお願いします。遠山校長、吉田教頭も今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田教頭、今年も綺麗な手してますか？綺麗なお姉さん好きですかみたいな風に言うな。ああ、忘れてたのにそれだ。ありがとうございます。綺麗な手してますよ。雑誌に載ってんだもんな、教頭のそのことかな。いや、いいじゃないですか。ノッチでしょ、あれ言ったの。はい、ノッチ研究員が言ってくれて。ちょっと見して。そんな綺麗じゃねえっすよね。綺麗だろ。大丈夫じゃないよ、ほんな。俺だよ、ほら、見て。ほら。ぽっちゃりだよ。丸々とした手だよ。太だ、俺丸かった。俺太いし短かった。紅白お疲れした。お疲れ様でした。紅白にもまさかあのプロジェクション、はい、マッピングですね。あれがバズって、やっぱあれ何回見ても綺麗だね。すごい。かっこいい、本当に。で、2014年ももう今年も決まってんのか、これはいろいろもうやることが。パフューム。なんか含み持たせって言ってたけれどもね。そうですね、はい。この3人の書き初めをもとに、うん、まあ、1年も突っ走るわけだから。いや、我々はワクワクして待ってっていいんじゃないですか、そうね、これは。あの、振り切られないように。ようにね、振り落とされないように。ガシッと俺らもついていくんで、うん、今年もよろしくお願いします。ノンストップ猫ちゃん。明日はこの学校の B 組の講師が登場、ベボベロックス。